まったくなんて世界なの。これからどうしよう。人、間違いない、人よ、人間だわ。よかった、助かったのよ私たち。お姉さまダメ。それはダイタの追手です。見つけたぞ、ミルバルナ姫。え、姫？姫ってあのミルちゃん、あなた、姫、あるぞ。俺の剣をかわすとは大したものだ。大丈夫ですかお姉さま。女、ミル王女をかばい立てするなら次は容赦はしないぞ。お姉さま、ミルちゃん、何よ、大の大人が寄ってたかって女の子に剣を振り回すなんて汚いわ。どんな事情か知らないけど、あんたたちなんかにミルちゃんを渡さないから。お姉様、ミルちゃん重い。なんて緊張感のない奴らだ。ならば貴様も死ね。一度ならず二度までも、どうあっても姫を渡さんつもりだな。お姉さま、大丈夫よ、大丈夫よ、ミルちゃん、きっと逃げられるからね。お姉さま、ジャイナに歯向かうもの、それはすなわち悪、反逆者は一人たりとも逃しません。お待ちなさい。あなたたち
ちが用のあるのはこの私。もう関係ないものを巻き込むのはやめて。ほう。ミルちゃん。いいんです。バートニアンがジャイナに占領された時からいつかこうなる運命だったんです。まさかあなた本当に姫でした。ほんの数日前まで。それがジャイナ正教団の起こしたクーデターでお父様もお母様も殺されてしまって。これ以上お姉様に迷惑はかけられません。お姉様一人ならここから逃げおおすこともできるでしょう。だからありがとうございました。お姉様、ミルちゃん。そんな私どうしたらいいの。この世界の何が正しくて何が悪いかなんてわからない。あんな奴らに私がかなうわけがない。でも、でも。なかなか良い覚悟だ。しかし、また我らの目を盗み逃げ出さないとも限らん。確か反逆者の捕獲については生死を問わないはずだべ。今すぐ楽にして差し上げますよ、姫。でも、こんなのって許せない。私はミルちゃんを助けたい。ダメ。これは、うじ、バカな、ダイヤモンドフォルムだと。あの女、フォルナーか。何今の。フォルナー、うっけー、すごいです。お姉様はフォルムを操れるんですね。ちっ、厄介だべこれは。デミアーマを召喚するぞ。お姉様、ミルちゃん。やっぱりお姉様はミルの救世主です。ミルはお姉様にどこまでもついていきます。ミルちゃん。また出た。大丈夫です、ここはミルに任せてください。ルル、ラルラ、アイ、ハム、ラ、フアーマーを出しやがった。見た目以上に頑丈だぜこいつ。俺に任せろ。